赤市町筋川夜間のライトアップ旧居留地38番館と神戸大丸百貨店2号館3号館旧居留地38番館は兵庫県神戸市中央区の旧居留地にある歴史的建造物名称にある38という数字は外国人居留地時代の区画番号を意味する百貨店の大丸が所有し北側と西側に隣接する大丸神戸店の 倉庫として使われていた。現在では建築の価値を生かして店舗の一部として用いられている。1980年代、旧居留地が最も神戸らしい町に再生するきっかけとなる象徴的な建物の一つでもある。ウィリアム・メレル・ボーリズの設計で1929年にシティバンク、神戸支店として建設された。1階をシティバンクが使用、2階には、 ドイツ占領、バイエル薬品が入居、3階に帝国酸素が入居していた。その後2階のドイツ系2社が退居し、2階、3階を帝国酸素が使用した。南側正面に4本のヨニア式円柱と、東側面に7本の壁柱及び、石積み外壁等の石像以上を有した、アメリカンルネッサンス様式の近代建築。中町通りに面して、 大正時代地区の外壁が残されている神戸大丸百貨店2号館、3号館と隣接しており、それらと共に100メートルにわたるクラシカルな外観で統一された外区を形成する。夜間は日没から22時までライトアップされる。ありがとうございます。